こんにちは、パークアクマだよ。このチャンネルは僕が思ったことや興味があることとかお話ししていくよ。今日は新社会人の仰天エピソードについてお話ししていくね。今年も新社会人が入ってくる季節になったね。社会の常識がわからないという新社会人はどこにも一定数はいると思うけど、今日はその中でも抜きに出たエピソードを紹介するよ。さて、面白いと思ってくれたらチャンネル登録と高評価をよろしくね。それじゃあ行ってみよう。その1、おかしなことを言うなぁ編。隣の席の新人くんの第一声が肘をつきながら、この会社慣れました？だった。新人が担当するプロジェクトの重要な会議の日に、その日は誕生日だから休みます、先輩代わりに出てくださいと、さも当然の権利かのように主張した。新人歓迎会で新社会人が終わりに、皆さん私と番号交換してくださいって言い出した。その2、やばい行動編。夏のある日、事務所にアイスクリームのお中元が届いた。新人が流しの洗い桶に保冷用で入っていたドライアイスの水を入れ、スモークをもくもく立てながら自分の足元に運んできた。どうしたの？と聞くと、自然のクーラーです、エコですと言った。クライアント先で打ち合わせ中に大音量で新人の携帯の着信音が鳴った。それだけならまだしも、電話に出て手ですみませんのジェスチャーをして部屋を退出した。その3、主張強め編。初出社の日に昼食の用意がなく所持金もないという新入社員がいた。言われなかったので持ってこなかったらしい。報告書の文章に全く句読点がなかったため、読みにくいのではと指摘したが、大丈夫ですと言って全く訂正しなかった。来社した顧客に対して笑顔の一つもなく対応する新人に、上司が注意したところ、面白くもないのに笑えませんと答えた。今回は新社会人の仰天エピソードを紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録してくれると嬉しいな。じゃあまたね。